明日の西日本は急な雨や雷雨が心配ですね、はい、そうですね。特に九州中四国では強い雨雷雨の恐れが高まってきています。はい、では明日の、天気図ちょっとご覧いただきたいんですが、はい、こちら明日夜9時の天気図ですが、北の方から低気圧が西日本にこれ近づいてきます。はい、そして南からは湿った空気が西日本に流れ込んできます。うん、まあ、このため雨雲が西日本で発達しやすい状況になってきそうなんです。はい、はい、では雨の予想をちょっと見ましょう。はい、西日本拡大します。こちらは明日の朝8時の様子ですが、ところどころで西日本雨を予想しています。うん、で低気圧やが近づき、そして湿った空気が流れ込みますと、この通り西日本の各地、特に九州、四国、中国地方などで雨が降りやすくなるんですね。はい、でこの雨雲の中には非常に発達して、強い雨、雷を伴うようなこともありそうです。うん、明日はね、天気急変もありますし、強い雨、雷にも特に九州、中四国方面は注意していただきたいと思います。わかりました。はい、では明日出かける際は傘を準備するようにしてください。はい、詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。